どうも皆さん、不適更新の場合ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いいたします。ということで皆さん、9時とかですね、やるものの時間が分かっていたら絶対並ぶんですよねという方も、そうでない方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。ヤンさんはまあ大体並びますか、並ぶというかちょうどに行く感じですかね。まあまあまあ、ヤンさん足はね置いといて、さ早速今日もやるものをお出ししていきたいと思います。では行きましょう。本日ご紹介するのはこちら、1番くじ鬼滅の刃鬼殺の志2ということでですね、本日はこちら鬼滅の刃の1番くじですね。でキャラクターのそのストーリーになぞらってるやつではなくて、ちょっと違う、タイプのものになっているんですけども、こちらを、本日はやっていきたいなと思います。でですね、本日動画を撮れましたので、ではテロップさん準備をしていきながらですね、こっちか、こっちにですね、ヤンさんは移動したいと思います。ではテロップさん準備の方はいいでしょうか。大丈夫そうですね。はい、で行きましょう。では、違う、間違えた。動画を撮れたので、そう、違う、行ってきましょう。では行ってきます。はい、ということでですね、動画を今撮ってきてやってきたんですけれども、出なかったですね。フィギュアは出なかったけど、まあでもね、ちょっとチョコノッコのフィギュアの方をちょっと狙っていたので、こっちね1個しか出なかったんですよね。まあ早速引いた賞をお出ししていきたいと思います。ではね、一番下から ABCDFGH 相性のキュンキャロラバストラップ、こちらですね、2種類違う2個、そしてキュチョコノッコフィギュアが1つで、こちらはクローズドパッケージになっているので、後で開封をしていこうかなと思います。そして、F 賞のビジュアルボードがこちら、でかい。はい、本日はですね、煉獄さんと赤座と炭治郎の無限列車のやつですかね。はい、こちらを持ってきました。こちらはね、ちょっとお出しするだけで終わりにしたいかなと思いますので、はい、ご了承いただければなと思います。こちらですね。はい、そしてメタルコースター、ペアメタルコースターはこちらを持ってきました。こちらもですね、赤座と、煉獄さんの柄ですね。ちょっとキャラクターものよりもこういう方がちょっとヤンさん的には好みだったので、本日はこちらを持ってきました。でこちらもですね、開けずに、これで、ご説明は終了にしたいかなと思います。でこちらですね、これは素材鉄でできているので結構ね硬いです。ペラペラな感じではないので、すごく使い勝手もいいんじゃないかなと思います。ちゃんと受けになっていますのでね。はい、ということで、G 賞と F 賞はこちらでご説明は終了させていただきたいと思います。では、H 賞は後にして、まずこちらですね、キュンキャララバーストラップ、こちらから開けていきましょう。で本日のラインナップがこちらになっています。まあこの中だったら誰が出てもいいかなと思うんですけれども、葵さんとかちょっと、ね、珍しいので、ちょっと引いてみたいなっていう感じはありますかね。はい、ということで、じゃあ早速開けていきたいと思います。おお、1つ目、せーの、1つ、おーおーおお、天元さん、ほっと一息なので、おにぎりを持ってる天元さんですね。いや、天元さんのあの遊郭編の最後のバトルは神回でしたね。前も言った気がするけど、はい、こちら天元さんでした。ではもう1個、2個目いきましょう。ここで煉獄さんとかだったら無限列車と遊郭編が続いてるんですけど、せーの、ドン、あれ炭治郎
か変な声出た。本日こちら炭治郎ですね。炭治郎もおにぎりを持っている炭治郎ということで、天元さんと炭治郎の2人でした。ではチョコノッコフィギュア、はい、こちらですね、チョコノッコフィギュアで、こちらにラインナップが出ているんですけれども、あー、この中だったらヤンさん的には煉獄さんかな。一番狙いたいのは煉獄さんですかね。ちょっと一択でいってみましょうか今日は。はい、ということでですね、こちら開けていきたいと思います。せーの、ドン。あの、初ラインナップですけど、はい、本日出たのは袋、はい、ということでこちらですね、たまよさんですね。いや、珍しいラインナップなのかなと思います。たまよさんのチョコの子てか、たまよさんってあんまラインナップ出てないですよね。はい、ということで本日はこちらたまよさんでした。ね、あんまりラインナップはね、こう見るとユシロン欲しくなってきますけど、まあ、今回はね、5回ということで、まあ、チョコノッコは1個だったんですけれども、まあ、リベンジがあればね、またやれればかなとは思っています。はい、ということで本日はこちら、一番くじ鬼滅の刃鬼殺の志に、こちらを本日はご紹介していきました。はい、ということで本日はこちら、一番くじ鬼滅の刃鬼殺の志に、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、いやー、まあフィギュアとかはね、出なかったんですけれども、チョコノッコでね、あの、ちょっと、持っていないというか、見たことない玉代さんが、見たことないというか、持ってない玉代さんが出たので、まあ、こちらの方はね、良かったのかなと思います。で、こちらもですね、キュンキャララバーストラップも、天元さんと炭治郎って、ちょっとなんか、個人的にはバランスがいい感じなのかなと思っているので、まあ、勝ちではないですけれども、まあ、悪い結果ではなかったかなとは個人的には思っています。でこちらですね、コンビニとかではなく、ホビーショップだったり、まあ、ゲオとかだったりですかね、でやっていますので、見かけた方、気になった方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。ということで本日はこちら、一番くじ鬼滅の刃鬼殺の志に、本日はこちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。